皆さんこんにちは、こむっちです。今日は1月の17日、ね、私今日ですね、最終日です。1月17日は、本戦のですね、2回戦の2日目です。マッチ数もね、結構 あるので、夜まで楽しめるんですけども、今日は深夜の便ですね、日本に帰ります。ですので最後までね、楽しんで、そして最後まで情報をね、皆さんに送って、終わりたいと思います。では楽しんでいきます。はい、今日はですね、マーガレットコートアリーナの横にある3番コートの、コートの外側にあるお店ですね。これをですね、少し映したいと思います。こちら側にもですね、グランドスラムオーバルにあったハーゲンダッツだったりとか、他には、ここはシャンパンのお店ですね。はい、でドーナツ、ね、こうやってインスタ映えするように、ね、写真が撮れるエリアもあります。あとは靴も売ってるんですね、すごい。はい、でちょっと暗い、ね、こういう、ね、こういうエリアも、ね、子供たちが結構喜んだりとか、今映像では少し映像ではね、明るいですけど、実際は暗いです。はい、で、コート3番、ね、入れるという感じです。で3番コートの横にはこうやってグランドスラムオーバルとは言いませんけど、ガーデンスクエア、こうやって、試合を見る、ね、テレビがあって、でこうやって広場がある、テーブルもあります。ここでね、みんなお酒飲みながら喋りながら試合を見たりとか、時間を潰したりとかします。はい、再びマーガレットコートアリーナの、正面ですね。はい、今度はまたこっち側、ここはカバンですね、カバン。はお店がなくて、でマーガレットコートアリーナの、下にこのファンショップがあります。ここのファンショップが一番でかいですね、品揃えが一番あります。でクーパーズお酒ですね、オーストラリアのビールです、結構美味しかったです。で、入り口がついていく。ファンショップの中に入りたいと思います。ニューバランスの商品、子供用もあれば大人用も全部。あとこれね、ロッドレーバーのゴールデンスラム50周年モデル、50周年モデル、ロッドレーバーの50周年モデル、シャツと帽子、シャツが50ドルで帽子が30ドル、もちろんオーストラリアオープンの帽子もあって、ね、はい、今年からボールが変わりました、ダンロップ。はい、ね、1缶13ドルで約1000円ぐらいですね。あ、すごい、ナイキ売ってる、ラファエルのナダルモデル、ナイキ売ってる。で、こういうオブジェがあって、ね、マップ、キッズモデル、こっちが大人のモデル、スマートに入ります。
40度ですね、40度。こっち側はシャツ、あ、いろんな色のシャツがあります。やっぱり青かな、やっぱりね。こっちはレディースや。他にも前後のパーカー、そういうパーカーがあったり、これピンクのパーカー、こっちはピッツェリア。これ何入れるんや。ピッツのシャツ。大体キッズのシャツは30ドル、30ドルぐらいね、はい、やって、ともしくは赤ちゃんの、ね、赤ちゃんのものもあります。うわ、で子供用のバッグ、で子供用の、はい、ね、エプロン、よだれかけですね。よだれかけちゃうわ、これ。ご飯食べるときに、ね、メインタイムファン、ご飯食べるときに使うですね。あとは子供用のね、水筒。すごい。考えられてますね、これ。栄養、栄養。やっぱりグランドスラムって言ったらタオル、そのプレイヤーズタオルが60ドル、キックタオルが50ドル、わ、もうめちゃくちゃでかい、2メートルぐらいあるやつが70ドル、ビーチタオル、これめっちゃでかかったです。でちょっと僕が気になってるのが15ドルの水筒、13度で、ちょい飲み、ね、ちょい飲みにいいね、こういうカップのカップホルダー、あとはジャンボボール、ね、サインボールですね、これ25ドル、でまたオーストラリアのボールがあります。他にはすごいベジマイトって言って、オーストラリアでは結構有名な、何やったかな、これ野菜を発酵させたやつだったかな、僕は好きじゃなかったです。で他にはヘリテージモデル、他にもキーホルダーとかね、あります。チケットホルダー10ドル、安いな結構。でソックス、最後にカップホルダー、はい、ファンショップを出て、はい、今度は左側に行きます。この間僕がナチョスを食べたお店がここで、で、コートのね、5番コートから15番コートまでがこっちにあります。
で、ここの芝生もで、ここのね芝生もこうやってね座りながらテニスを見れます。しかもね、ここ屋根じゃ、これ屋根じゃないんですけど日陰もできるのですごく過ごしやすいですけどね。マーガレットコートの横にですね、こうやってわかるかな、このマーガレットコートの横にはこうやって、サーブのスピードを測ってもらえる、ね、こういう、イベントもやってます。で、マーガレットコートの横にもこれ、1573アリーナっていうのもあります。ちょっとこっち側にですね、ちょっと行ってみたいと思います。試合をね、やってる横に橋がこうやって立ってるんですけど、こっち側にちょっとね行ってみたいと思います。橋を降りてきて、ね、こっち側に行くとね、ライブステージです。ライブステージ、こっちもね、こういう風に、フードエリアがあります、ね、こっち側実はですね、本当は日曜日僕ここに来ようとしたんですけど、何かっていうとライブ会場ですね。ライブ会場、ここでもね、テニスも見れます。今の時間帯だったらで夕方5時からここでライブが開催されます。はい、まだ今時間がですね5時、まだなってないのであれですけども、ここでライブが今からなされるという状況です。そこからライブステージ抜けて、でそのまま橋をですね、そのままぐーっと降りてくると、ここはまあ一回出るそうですけど、もう一回戻ってきたので、I'm gonna come back. You wanna come back? Just scan、yes. your ticket out just over there. So. Okay. Yeah, just there where that light is. Okay. 一回戻る。一回戻るためには、いや、あれです。Yeah, yes. Yeah, thank you. Okay. Okay. Thank you. Thank you. 一回戻るためには、一回これをチェックしてもらわないとまた戻れませんね。はい。そしてこっち側にもこうやって楽しめるエリアがあります。テニスコートがある。ここで多分イベントするんですね。こういう他があって何が見れます。すごい。しかもクッション使っていいっすね。チョンヒョンやってる。もう一回入り口戻りますね。はい、はい、再びね、会場の方に戻っております。はい、今回、火曜日もですね、違う方のグランスラムオーバルの方を紹介して、で、今日最終日ね、こちら側の、マーガレットコートアリーナの、奥に、ね、橋があります。その橋の奥のね、とこにある AO クラブ、というところを紹介して、多分ねこれで前後の会場のすべてをですね、コンプリートしたと思いますので、
ぜひね、まあ、今年はもうね、もしかしたら来れないかもしれないけど、来年ね来るとき、再来年来るとき、私のねこの YouTube を見て、あ楽しそうっていうふうに思ったらですね、ぜひですね、なんかを見返して、ね、ちょっと予習してですね、来てもらいたいと思います。来年はまたね違う形になってるかもしれませんけども、基本的にはね会場は大きなね、違いはないと思いますので、ぜひ活用してください。はい、ではですね、私のねグランドスラム、今日で終了ということで、お疲れ様でした。今からですねカバンを、クローキング取りに行って、で、飛行場に向かって帰りたいと思います。ではまた日本に帰って、ね、テニスの情報、ね、テニスをですね、広める活動をですねしていきたいと思います。ではまた、バイバイ。